はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、本日6時キックオフで行われました J1 第19節、サンフレッチェ広島対アルビレックス新潟の試合について、試合後感想を喋っていこうかなと思います。まあね、僕自身ちょっと今帰ってきたばっかりでして、このままね動画即編集して出させていただくんですけど、あまり90分通して見ることができてなくて、ラスト20分ぐらいと、ハイライトというところで見させていただいただけなので、90分通してどういう流れだったのかとか、ここのシーン良かったよねなど、あまり深いね、ところは喋ることできませんけど、今日の結果踏まえてというところと、僕自身が見させていただいた部分を含めてですね、今回の動画で喋っていけたらなと思っております。という感じで、本日行われました J1 第19節の、試合後感想を喋っていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録していただければなと思います。はい、ということでですね、本日行われました J1 第19節、サンフレッチェ広島対アルビレックス新潟の試合後感想ということで喋っていきたいと思います。昨日、生放送の方でですね、コーズ TV さんとの方で、動画というか生放送させていただいて、本日ですね、その後に撮影させていただいたコーズさんとの、コラボ動画の方もコーズ TV さんの方でも上がっておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思っております。そんな感じで、早速本日行われました、まずはスタメンの方からちょっと軽く喋っていけたらなと思います。まずはアルビレックス新潟ですね。コーズさんの方でも正直どのようなスタメンになるのかわからない松橋監督はですね、いろんな策を練ってくるというところを喋っておりましたので、僕自身も非常に注目はしていたんですけど、結果的には多分 4-2-3-1 になるのかなっていう感じで、キバ小島選手、右から藤原選手、トマセン選手、渡辺選手、新井選手で、右にゴメス選手で、ツーボランチが星選手と島田選手、左に小見選手で、トップ下に水戸選手で、鈴木浩二選手っていう形の、多分 4-2-3-1 という形で、新潟は入っていったのかなと思います。対する広島というところも、前節はですね、いきなりフォーバックを試したり、ここ数試合なかなか勝ててない中で、スキッペ監督もいろんな選手をね使いながら、試している状況でもありますので、今節もどのような布陣で来るのかというところありましたが、今節は、3バックに戻して3-4-3という形の布陣で来ました。キーパー大迫選手で、右に住吉選手、荒木選手、佐々木選手で、右に茶島選手、左に七選手、ツーボランチが山崎選手と東選手、ツーシャドウに森島選手と河村選手で、センターワードにはナッシム選手ではなく、ドーグラス・ビエイラ選手が入った形となりました。そうですね、そんな感じ始まったところで言います、結果的なところから先言いますと、2-0でアルビレックス新潟が勝利を収めました。これで、昇格チームとながら、この広島はシーズンダブルを達成されてしまったということで、プラスですね、久しぶりの新潟の勝利になったと思いますし、僕自身が見た中では、今日の試合もですね、しっかりと新潟が、試合巧者を持ちながら、勝ったのかなと思いますね。さすがの強さ、発揮してくれたのかなと思います。本当にお疲れ様でした。そうですね、正直この動画を撮るのか、撮りたくないなと思いながら、でも振り返んなきゃなということでね、今回の動画撮っているんですけど、流れのところで言うと、立ち上がりからというところで、正直僕自身立ち上がりの部分あまり見れておりませんので、どのような展開になっていたのかっていうのはね、これからもう一回90分通してみようかなと思いますが、結果的に失点のところで言うと、25分に、水戸選手、ここはですね、2列目のところから、内側にパスを出して、そこで、山崎選手のマークを剥がして、荒木選手との、1対1のところでしっかりと落ち着いて決めたという、25分の先制点と、3分後ですね、わずか3分後というところで、今度は左、広島から言うと右のところで、左のところから、茶島選手のマークを振り切って、住吉選手の内側を取って、最後は、クロス入れたところに荒木選手のスライディングが当たって、そのまま直接入ったっていう形の、2点目だったのかなと思います。広島としてはですね、ここ数試合というところ非常に失点も多く、立ち上がりのところ、後半前半の立ち上がりのところと試合終盤のところで失点するっていうところ多かったですが、今日のところはですね、また違う展開で25分、28分というところで、前半の半ばのところに失点をし、そこからわずか3分後に連続失点ということで、広島らしからぬというか、広島はね、あまり得点も取れるチームではないので、そういうところで先制点を取られた中で、複数失点してしまったってなると、おのずとこういう展開になってしまうのが今の広島なのかなと思いました。はい。で、そうですね、広島のところのフォーカスして言うと、またも無得点という形で、なかなか点も取れず、90分のところで言うと、これはね、多少誤差はあると思いますけど、シュート11本打って枠内シュートが2本になっていますね。はい。
まあ前半のところでも言うと、クロスのところでですね、しっかりと河村選手が収めて、ボレーっていうところありましたけど、そこもね、まあ、小島選手のスーパーセーブに止められてしまったりと、まあなかなか点が入りません、本当に。まあここはどうなるのかというところもありますし、まあドーグラス選手、ナッシム選手含めてですね、まあ前線陣のところには正直、そろそろ点を取ってほしいなというのが正直な感想になっております。またまあちょっとショッキングなニュースのところで言うと、試合終盤のところですね、森島選手がトーマス・デン選手のクリアというか、まあ、キックのところが、まあ、そのまま足が、すねのところに入ってですね、まあ、悶絶しながらそのまま途中交代してしまったという、まあ、今日のハプニングというかアクシデントがありましたので、ここはね、まあ、三田選手に続いて森島選手までもが、離脱ということになると本当に苦しい状況になってきますし、まあ、いよいよ、シャドウのところは河村選手、そしてですね、まあ、柴崎選手だったりエゼキエル選手っていう、まあ、今年の始まったところの大黒柱2枚を失う形になってきてしまいますので、まあ、森島選手の今後の怪我の進捗状況っていうのは非常に、注目度が集まるというか、僕自身も心配して、追って見ていければいいのかなと思います。そうですね、あまり試合内容というところはですね、僕自身も90分見ることができてないので、深く喋ることはできませんけれども、まあ、今日は連続2失点のところであったり、まあ、またもっていうか、まあ、ここ数試合の動画では、たくさん喋ってきてますけど、まあ、シュート数が多い割には枠内シュートが少ない、そして決定力の低さというところが、ね、随所に目立ってしまった、まあ、今日の試合にまたなってしまったのかなと思います。まあ最初の連敗のところではですね、正直サポーターが勇気づけていかなければならないというところが言っていましたけど、まあ、これで、今季初の3連敗ですか。まあ、なかなか苦しい状況も続いて、6月からのなかなか、右肩下がりの成績というところが、まあ、7月に入っても、まあ、取り戻すことができなかったという現状になりましたね。まあ、7月一発目の試合、まあ、次節というところ鹿島戦になっておりますので、僕自身も広島に応援できたらなと思っておりますので、まあ広島まで行って負けたくはないので、まあ、僕も全力で応援していきたいと思いますし、まあ、何よりねこの悔しい状況っていうのは、まあ、サポーターの方々もそうですし、選手、まあ、監督、スタッフというところが一番、まあ、この現状を重く受け止めているところなのかなと思いますので、まあ、厳しい声を、ぶつけることもですね、もちろんサポーターの役割でもありますけど、まあ、ぶつけるだけでなく、言葉も選びながら、まあ、何より、選手を支えるという立場で、ね、サポーターがいるのかなと思いますので、まあ、苦しい状況を、皆さんでまたね、なんだ這い上がれるようにというか、手助けしながら頑張っていければいいのかなと思います。まあ、リーグ戦のところで言うと、これで5試合で1勝4敗ということで、まあ、順位も7位まで低迷してしまいましたし、まあ、F マリノスというところはね、明日試合が行われますけど、試合1試合未消化の中で、勝ち点10ポイント差かな、10ポイント差ということになっておりますので、まあ、このままの状況でいくと正直リーグ優勝というところが難しくなってきてしまいますが、まあね、1試合1試合頑張っていくという形で、また次節の応援していければいいのかなと思いますので、まあ、今回はですね、ちょっと短く、あまり試合のことを深く喋ることはできませんでしたけれども、本日行われました J1 第19節のサムレッチ広島対アルビレックス新潟の試合について試合後感想を喋らせていただきました。はい、ということですね、今回は、本日行われました新潟対広島の試合について喋らせていただいたんですけど、まあね、なかなか90分見ることもできず、まあ、失点シーンと、最後の20分ぐらいしか見れてなかったのでね、試合の内容というのはあまり触れれませんでしたけど、まあ、見たとしても多分ね、その失点の広島県主の広島がこういう複数失点してしまうことであったり、まあ、何よりここ最近ずっと言い続けている、まあ、決定力の低さというところをね、痛感する、まあ、90分だったのかなと思いますので、まあ、しっかりと振り返ってまた行ければいいのかなと思います。そんな感じですかね。まあ、でも J1 というところは本当に混戦ね、今日も神戸負けてしまったり、まだまだね分からない状況がどんどん続いていくと思いますし、まあ、次節、途中でも言いましたが、6位鹿島アントラーズとの直接対決になりますので、まあ、何としてもここは勝って、またね7月いい形で、右肩代わりにしていけるような夏にできるように僕自身も応援していきますので、皆さんもね全力で応援していただけたらなと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もごちそうさまでした。ではまた。ボー